はようございます。花園大学の校舎の名前は実にいろいろと興味深いものです。正門入ってすぐ左手にあるのが新任館と言います。私がいつも仕事をするのが総務課のある最小館です。その向かい側にあるのが編集館と言います。編集館は昨年の花園大学創立150周年記念授業で建て替えたのでした。新任館の新任は臨済録にある言葉から来ています。尺肉壇上に一無為の新任あって、常に何じら諸人の面門より出入すという言葉です。入谷義隆先生の役では、この肉体には無為の新任がいて、常にお前たちの顔から出たり入ったりしているというのであります。他にも図書館のあるのが無償館、自適館や無門館というのもあります。無門館には大きな座禅堂があります。落道館というのもあって、これは私が命名した建物です。こちらも創立150周年の記念事業の一環として完成したものです。落道館という名前は東大の禅僧に伝わった南岳嵐山和尚の落道家が元になっています。学生会館として使われると聞きましたので、学問、芸術、スポーツなどそれぞれ道を好きになり、さらに楽しんでほしいという思いを込めてつけたのでした。南岳嵐山和尚はスーザン不弱の蓮の妙さんで、嵐山というのは怠け者の妙さん和尚という意味です。外に向かって工夫を求むれば、すべてこれ知願の観なりという言葉が落道家にあり、臨済録には外に向かって工夫をなすはすべてこれ知願の観なりとなっています。自分の外に造作を施すのはみんな愚か者であるというのです。編集館の編集にも同じような深い意味があります。エコー編集として使われますが、全学大辞典には外に向かう心を翻して、内なる自己を反省し、本来の面目を諦めること、道を他に求めることなく自己の本性を証見することと解説されています。編集は日常の外に向かって求める心を内に向け、反省して自己の真実を求めること、元夕日が照り返ることを言うのです。入谷先生の前後辞典には、自己の内なる知恵の光で自らを証明することと解説されています。編集はというと反証と呼んでいて、夕日の照り返しを言うのが普通であるが、禅では自己に内在する本念の光を外へ輝き出させる意に用いると解説されています。編集という字を諸橋哲司先生の大観話辞典で調べてみると、反照ともいい、夕日の光が西に入って反射すること、夕日陰と説明されています。古い要領もあって、徒歩に編章という七言律詩もございます。編章は反章とも呼んで、夕日の照り返しの光を言います。編章光に入りて石壁に翻り、気運樹を要して山村を疾す、夕日の照り返しが川の表に差し込んで、川辺の石壁に影が反射している、山へ帰っていく雲が木々に絡みついて、山間の村も見えなくなったという意味です。東大の禅僧鏡山禅師の語録にその要領を見ることができます。鏡山主に示して曰く、何時ら諸人、各自にエコを編集せよ、我が言を期することなかれ、何時ら無志号来、妙に背いて暗に投じ、妄造根不幸して、ついに頓に抜きがたし、このゆえに仮に方便を設けて、何時が組織を奪う、公用をもって小児の泣くをやむるがごとしと。
これは碧岩録93足の表彰にも引用されています。山田無門老師の提唱から引用してみましょう。昔経山和尚も主に示して言われておる。何時ら諸人各自に絵光変唱せよ。皆一つ自分の内心に向かって光を発見せよ。外ばかり見ておってはいかん。その外へ向かっておる光を内側へ向けてみよ。その内側の真理を発見させるためにわしは言うのである。子供の泣くのをやめるために紅葉を与えるようなもので、私の言う言葉は命名が自分の心の中を探ってみてわかるのであって、言葉そのものには意味はないのだ。我が言を期することなかれ。だからわしの言うた言葉だけを暗記してはいかん。わしの言うた言葉によって自分の心の中を探ってみなさい。何時ら無しらい、妙に背いて暗に通じ。皆無心号来の迷いの中による。仏性に背いて妄想煩悩の中に落ち込んでおるのだ。本来持っておる如来の知恵特創をくらまして、妄想執着の雲の中に落ちておるから悟りが開けんのである。妄想困惑をしてついに頓に抜きがたし、その妄想執着の根が深いためになかなかなくならんのである。その妄想を取ってやろうとしてもなかなか取れんのである。このゆえに仮に方便を設けて何時が式を奪うと、式は妄想だ。ただ座禅せよ。エコー変焼して外を見ずに座禅して内側を見ておれと言うても、なかなか妄想執着を断つことができんから、仮に方便を設けるのである。常習の無を見てこいと、これが方便である。その方便によってあらゆる妄想執着を奪ってやるのだ。紅葉をもって小児の泣くをやむるがごとし、ちょうど泣く子を黙らせるために胃腸の歯をやって、これが黄金だというのと同じだ。無そのものに価値があるのではない。命名の煩悩妄想を断ち切る方便が無である。分かってしまえば無もいらん。いつまでも無に尻を据えておると、我もなければ世界もない、何もない虚無主義だ。さらに大きな迷いに入ることになる。高経山和尚も言われておると。臨済録には変唱の要例は2箇所あります。何時自ら変唱してみよ。個人曰く縁にあだった神戸を失脚す愚心やむところすなわち無事とあります。自らの光を外に照らして向けてみよ。個人はここを縁にあだったは自分の頭を失って探し回ったが、探す心が止まったら無事安楽と言っていると入谷先生は訳されています。ここでは前後辞典にある、前では自己に内在する本念の光を外へ輝き出させる意に用いるという解釈をとっています。縁にあだったの故事は注釈には資料言経4にある話、縁にあだったが鏡に映る自分の美貌を楽しんでいたが、ある日直に顔を見ようと思ったが見えないので、胸中の像は悪魔の仕業であると早合点し、恐れて町中を走り回ったという自己を見失った愚かさの例えとあります。もう一箇所は、故に祖師曰く、とっさい上部神戸をもって神戸を求むと、何時言下にすなわち自ら絵光を変唱して、さらに別に求めず、心身の素物と別ならざるを知って峠に無事なるを、まさに特法と名付くというところです。現代語訳は、だから祖師も言った、こら立派な男が何をうろたえて、頭があるのにさらに頭を探し回るのだと。この一言に君たちが自分の光を内に差し向けて、もう外に求めることをせず、
自己の心身はそのまま粗物と同じであると知って即座に無事大安楽になることができたら、それが法を得たというものだと、となっています。偏生は外ばかり見ていた目を転じて内に向けることに解釈されています。いろいろの解釈を参照しても、偏生は内に目を向けることとして説かれていますが、自己に内在する本念の光はそのまま外へ輝き出させることにもなるのであります。自ら光ることは同時に外を照らすことでもあります。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。